はいどうも小太郎です。というわけなんですね、山ガールにいろいろ質問してみましたのコーナーです。山ガールに対してのインタビューやっていきたいと思います。なではそんな感じでいってみよう。え、じゃあまずどっから来られましたか？岐阜です。近いですね。そうですね。あ、いいっすね。じゃあ早速ね、お気に入りのギアご紹介してもらいたいと思いますね。はい、ギアウェアですね。ウェアのティドムロス。あ、ティドムロス買いました。おつぶりジャケットね。はい、俺が欲しいジャケットを着てるじゃないですか。いいですよ。いいですか。これ今年のモデルですか？あ、今年のモデルです。あ、なんか生地変わったでしょ今年。いやー、ちょっとそれ詳しくわかんないんですけど。あ、ほんまですか。生地がね変わったんですよ今年ね。はい、はい、あ、すいません。これね、何これ、起きて起きて起きてや、すいませんね。あのね、これね、間の悪い男で申し訳ないです。昨日この時間に起きなかった。あ、そうですね。はい、これを外すと、外すと、はい、着替えながら、あ、着ていながらも中も脱げます。便利です。便利ですね。便利で可愛い。可愛いです。あ、かぶりなんですね。あ、そうです、かぶりで。かぶりってなんか敬遠しがちですけど、これをこうやることによって、これをこうやることによって着替えるってことですね。めちゃくちゃ便利です。便利ですか。軽い方ですか？軽い方です。ライトですね。ライトです。ライトが一番夏山に使いやすいですね。あれなんかごっついやつは冬、雪山のイメージがあるんですけど。あ、そうですね。でもこれも雪山でも使えるよ。あ、ほんまですか。あ、素晴らしい。お姉さん、お気に入りの、はい、私はこのダウンパンツです。お、ね、冷えますもんね夜は。はい、テント泊とか小屋泊で着いたら、はいはい、すぐ着替えちゃいます。すぐリラックスしちゃいます。はい、あったかいので。あったかいです、ね、冬も必需品です。冬もね、はい、ポケットとかついてるんで、あ、あの、あ、フリース、あ、これね、そうなんです。ちょっとフリー素材であったかい感じ。そうなんです。あ、いいですね。使いやすい。あ、ありがとうございます。以上、岐阜から来た素敵な山があるでした。あ、かうちの登山部の山があるのファッションチェックやってみたいと思います。お気に入りはこのパタゴニアのバギーズシリーズが毎年買っちゃう。買っちゃう。柄がいろいろ出るんで、ね、柄がいろいろ出るんで、今回はこれは2年ぐらい前のものなんですけど、はい、めっちゃ可愛くて、これは今でもよく履いてる。水陸両用ですね。うん、そう。これは去年常年登ったの、常年小屋の常年小屋オリジナル T シャツですね、はい、この河川でね。うちの登山部のはるみさんのお気に入りアイテムを紹介していきたいと思います。まずお気に入りアイテムですね。まず、まあ、ザックしましょうか。ロロマウンテンワークスです。ロロマウンテンワークスね、はいはい、これにあと、6リットルのポーチ2つつけて拡張できます。これが40で、はい、6リットル6リットル52まで最高52ですね。ガレージブランドですね、はいはいはい、っていうブランドで、はい、実はリバーシブルですね。あ、リバーシブルね。で、服が地味めの時はこの派手な帽子の方にしています。なるほどなるほど、はい、あ、なるほどですね。へえ、色美味しいというやつですね。で、次ですね。はい、手ぬぐいですね。手ぬぐい、若いになった手ぬぐいです。リバーシブル、2色。あ、2色ね。あ、ほんまや、ちょっと微妙に色違いますねこれと。で、首にかけたり頭にかぶったり、お風呂で体を洗ったり体を洗ったりとできます。あ、これどこのやつなんですか？これは、はい、吉祥寺のビッグ2というお店で、はい、1500円で買いました。で、スントナイン、スントナイン、GPS 付きですね。おいくらぐらいしましたっけ？9万円ぐらい。9万円ですね。スント最高峰の時計ですかね。最高峰に近いですよね、9万円ってね。チタンモデルなんで。ああ、チタン高いです。お値段がね、軽いからね。はい。こうやって動くってますね。はい。はい、今現在、246m。246m。ああ、めっちゃ分かりやすいね。高度計めっちゃ分かりやすいですね、246m。これ分かるかな？そうです。めっちゃ分かりやすいですね。あ、こうやって今。GPS。GPS。戻ります。いいっすね、憧れやな。スントの高級時計、コロンビアのセールで買ったんですけど、はい、実は L サイズで、はい、足が細く見えるように大きめで入ってます。あ、なるほどですね。そういうの欲しいっすね。足が細く見える、足が細く見えるとちょっと大きめの入ってます。あ、コロンビアのね、うん、あ、そういう計算がされてるんですね。でも可愛いっすね、バランスがちょうどいいっすよね、うん、このね。ですね。マジっす。